県内は明日からあさってにかけ、警報級の大雪となる恐れがあります。気象台は降雪や路面凍結による交通障害などに警戒を呼びかけています。今日の県内は寒気の影響で冷え込み、最低気温は佐賀市川副で 2.4 度、嬉野で 2.7 度、唐津で 4.1 度などとなっています。九州北部の上空には強い寒気が流れ込んでいて、冬型の気圧配置が強まっています。このため明日からあさってにかけ、佐賀県全域で警報級の大雪となる恐れがあります。明日午後6時から24時間の雪の量は、山間部で最大20センチ、平野部でも最大10センチと予想されています。気象台は路面凍結による交通障害や農作物・農業施設の管理に注意・警戒を、降雪による見通しの悪化などに注意を呼びかけています。また、水道管が凍結する恐れもあります。県は屋外の水道管にタオルを巻くなどの対策や、もし凍結した場合はぬるま湯をかけて溶かすことなどを呼びかけています。